どうもかますです。今日はこちらアディダス3サイロのトップモデルポイント1とレースレースモデルのプラスを、まあ、それぞれ違いを紹介していきたいと思います。ちなみに今ここにコパセンスプレデターフリーク X スピードフローあるんですけども、これは今度やるプレゼント企画のために用意したものなので、それはまた後日、動画をアップしようと思います。でまずコパセンスから、まあ、紹介していきます。まあ、コパセンスはそれぞれ価格が、まあ、プラスが 36,300円で、こちらコパセンスポイント1が 25,000円になります。それぞれの共通部分は、まあ、アウトソール、まあ、ヒール構造、アッパーが、まあ、それぞれ共通しています。アウトソールは FG モデルは、まあ、プラスとポイント1で、まあ、共通で、まあ、内側2本に柔らかい素材のスタッドを使用したセンスフレーミングを採用しています。また、ヒール構造は、まあ、クッション性の高いセンスポットが、まあ、足とスパイクの一体感を高めてくれます。アッパー素材はそれぞれフュージョンスキンを施したカンガルーレーザーアッパーを共に採用し、インフロントとアウトフロントにタッチポットを内蔵、素足感覚で足に吸い付くボールタッチをサポートしてくれます。そしてコパセンスプラスとポイント1の、まあ、相違点は、まあ、レース部分で、プラスはレースレースで履き口にアディダスプライムニットを採用、レースレースでなりがちな足首周りの、まあ、圧迫感をなくして、まあ、動かしやすくなっています。またポイント1は前作から両サイドを切り離した終端になっていて、内側外側それぞれ4箇所にクッション性の素材が付けられていて、足への負担干渉を和らげてくれます。次にプレデターフリークですが、まあ、こちらのプラスが、まあ、38,500円で、ポイント1が、まあ、24,200円で、共通部分はアウトソール、アッパー、履き口が、まあ、共通しています。 FG モデルはプラス、ポイント1ともにスプリット型のアウトソールとトラクションスタッドのコントロールフレームが動き安定性に貢献してくれます。またアッパーはボールコントロールを高めるデモンスキン 2.0 をともに採用しています。履き口はともにアディダスプライムニットアッパーで、2ピース構造の足入れしやすい履き口は同じなんですが、履き口の幅が若干違くて、レースレースのプラスの方が若干狭くなっています。次に相違点なんですが、ともにアディダスプライムニットを採用したレース部分はプラスがインステップ部分にもラバースパイクが採用されているのに対して、ポイント1ではシューレース部分にはそのラバースパイクが採用されていません。他にもヒール構造が若干違くて、圧着性が高い素材を採用しているのは同じなんですが、プラスの方が多少長く、ポイント1の方が若干短いカットされているという違いがあります。X スピードフローなんですが、こちらプラスが 38,500円で、こちらポイント1が 25,000円になります。そして共通部分が、まあ、主にアウトソールと履き口が共通していて、まあ、FG モデルはプラスとポイント1ともにカービテックカーボンプレートと立体的な前足部のアウトソールが採用されています。また履き口も共通していて、アディダスプライムニットのローカットの履き口が、まあ、それぞれ採用されています。この X スピードフロープラスとポイント1の、まあ、相違点はレース部分、アッパー素材、ヒール部分がレース部分、履き口は共通でアディダスプライムニットを採用しているんですが、シューレースのありなしと、まあ、終端部分のアッパー素材が、まあ、若干違います。そしてアッパーはともにアジリティゲージを使用していますが、まあ、表面の質感が違います。まあ、プラスは立体的な凹凸の表面で、ポイント1は前足部が、まあ、X ゴーストのようなツルツルした表面で、インサイドとアウトサイドにかけてザラザラした、まあ、滑り止めの素材になっています。プラスもポイント1もヒール部分にクッション素材が備えられているのは一緒なんですが、プラスは反り返っていて引っかかりがあるような素材なんですが、ポイント1はツルツルサラサラした素材が採用されています。
今日はアディダス3サイロそれぞれポイント1とレースレスモデルのプラスを紹介しました。あと最初にも言いましたが、まあ、このスパイクはプレゼント企画を後日しようと思っていて、まあ、その動画も今後撮っていきたいと思うので、まあ、詳細などはその動画を見てもらえたらいいかなと思います。